さん、皆さんおはようございます。おはようございます。合宿3日目です。で、今日はチーム水江から参加、めいちゃんです。中学生です。よろしくお願いします。はい。で、みんな記憶にある澤田さんです。そう、みんな覚えてた。すごいよね。で、木戸さんです。で、もう一人ね、長谷川さんって男性の方がいるので、皆さん今日は一緒にトレーニングしていきましょう。横一合宿3日目は今日は GS です。菅平、また1日目のように濃いガスがかかっております。で、ね、スラロームのスキーから GS のスキーで長さが違う感覚をこの朝のフリースキーでしっかり、ね、動きとマッチングさせてポールに臨んでいきたいと思います。 OK、 では2本目はさっきストレッチでやった外足のこの開いた可動域ね、この開いた可動域がターン中にしっかり出せるように内倒していかない、お尻をこう振り出さない、この角度にしっかり入れるように。 OK、 じゃあ行きましょう。マッチングループ人生3日目の隼人君、昨日は、ね、急斜面を滑り降りて越えるという快挙を成し遂げました。ね、この2人また今日1日で C さんが上達させてくれると思います。隼人君普通に滑ってる、腰ちょっと低いけどスタンス広めのパラレルで滑っております。感激。達也君も体は回るけどネックループからパラレルに進化してますね。素晴らしい。はい、今日のポールバーはホワイトピーク、ね、中級斜面テクニカルなコースですが、 GS 初日頑張っていきましょう。澤田さん、トレーニング、トレーニングです。トレーニングだよ。ですよね。はい、では、ポールトレーニング、1コマ目ね、入っていきます。で、今日インターバルそんなに広く立ててないです。振り幅もそこまで出してないので、まずね、 GS のポール感覚をこの1コマ目で、まあ、取り戻すというか、で、動きのタイミングをメインにトレーニングしていきましょう。はい、じゃあポールトレーニング開始です。人生初ポール、おお、果敢に攻めていきます。おー、人生3日目にしてポールです。そしてこのアイスバーン素晴らしい。達也くんもスキー7日目で初ポールです。素晴らしい。でも初ポールだよ、人生3日目だからね。素晴らしいです。このアイスバーンでこれが基準になってトレーニングが詰めていったら強くなる。はい、よし、行きましょう。長谷川さん、break it so hard.
恒例のエクササイズを入れます。お尻の位置を緩めない、でそのまま立ち上がってくる。で足が、外足がついたら逆に外足一本でこうやって立って支えたまま、山側に支えたままで、外足で支えたら上半身もう一段階こうやって落としてきて、そう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 、エクササイズをエッジを捉える動き。達人さんスパルタ、優しいトレーニング、スパルタだけど優しいです。だけど滑るところはアイスバーン、素晴らしい。ここ一新入部員1年生コンビ、よく見るとウェアも色違いなんで、さっきから乱入。午後の日差しが眩しい菅平。午後トレ開始です。コソトレです。午後のコマボールトレーニング、日が陰ってきてね、コントラストが見づらいですが、動きに集中していきましょう。エコスケ前傾姿勢は少し出てきたね、もうまだまだ落としていきましょう。はい、澤田さん前半でたわませて内足捉えるだけ。長谷川さん体から上体からいかない、股関節の深さ作った時に上半身落下方向に落とせるように。木戸さん、木戸さん午前中よりもテール振り出す動き出てきて、股関節が内側に入ってこれるように、内腰下がらない、内足のトレ作った時に骨盤腸骨しっかり動かして。シューター、ほら肩からいっちゃう、頭からいかないで股関節の動き内側にもう少し入ってくれる。はい、横山くん、少しだけ骨盤入ってきたね。でもまだまだお尻外出しちゃうからね。はい、ゆず、ゆず頭からいかない、股関節のシャフト左側少し動き出てきたけど、はい、むせくん危ない、胸の向き良くなってきたね。もう上体ちょっとかぶりすぎちゃうからしっかり説明押し切ってくる。はい、かずし、午前中にも言った一回ね、中方向にしっかり立ち上がってくる動き、今上に抜けちゃうからね。はい、ひなこ、まだまだお尻引けちゃうよ。外足の長さ保ちながら上じゃなくて落下方向に落とせるよ。はい、めいちゃん、ほら上に抜けない、上に抜けない。はい、夏、
そうそう、夏動きよくなってきたけど肩が回って少し内側に入っちゃうな。はい、さき、はい、上二人途中まで降りていいよ。さき、はい、こうきくん、外足のエッジをしっかり踏ん張ってごらん。体回さない。行きます。この落下方向への体と骨盤の移動からの深さ、すぐの切り返し、トップの先をずっと考えながらスピードをつなぐ。皆さん勉強してください。いや、毎日最高のポールバーンでトレーニングが、やっぱ菅平のポテンシャルは素晴らしいですね。ただね、ここねちょっと雪ないんだよね。このトレーニング環境に本当に感謝です。横浜市内の学生たちもメンタルからね、技術の方をしっかり鍛えられます。今日は横一の学生にチーム水江おなじみメンバーが揃ってで、みっちり丸1日トレーニングできました。はい、皆さん今日も1日お疲れ様でした。